ルールで採点されることになりました、はい、今までのウルトラ C がですね D 難度になったわけですね。そういうことですね、はい、あの ABC という難度区分がですね、はい、さらに D が加わりました、うん、でまあ属性になりますけどね、ウルトラ C ってなりましたけども、はい、まあ、その名前を借りましてね、うん、要するに D の中でも難しい技を、はい、ウルトラ D と言ってもいいんじゃないですかね、はい、なるほどね。ソビエトのオメリアン地区の床です。非常にね、今のね、アクロバットの連続ですね、はい、この辺が新しいコンビネーションですね、はい、世界もみんなそうなんですけれども、要するにそのいろんな技術がもう限界、人間の能力の限界に近づいているわけですね、はい、あとは勝負するところは要するにウルトラ D のですね組み合わせをですねいろいろ新しく工夫し変えていくと、今のシリーズの連続なんていうのはもうまさにその、やり方ですね、はい。そうですね、はい、シリーズでですね、2回ひねりをやって、その後すぐ前宙で直接つなげて、はい、次のアクロバットにつなげると、今のこのスローの部分ですね、はい、これは素晴らしい技術ですね。得点が 9.900 と出ております。素晴らしいですね。高い点が出ました。採点規則が変わりましてね、非常に点数の出方がシビアになったはずなんですけれどもね、はい、まあ、今大会でも10点が出たりね。